来いよ。行くか。多分ここ後で CM で使ってもらえるぜ。どうしよう。もう、あ、これ大丈夫？ダメこれ。1,2,3,5,8,14 うん、37分かった。嘘、本当に？いや、分かんない。え、どっちだよ。え、分かった、これ9ですこの企画を7月10日よりアニメ本編に合わせて毎週更新していきますので、あ、なんかね、ええ、あれらしいですよ。は、あの、テレビでこの企画の CM がうわー流れるかも。地上波デビューしちゃったかーあ、なるほどなるほど。え、うん、うんうん、なるほどね、なるほどね、なるほどなるほどなるほどな。おい、先生真剣に考えて。ごめんなさい、ごめんなさい、邪魔しないで。分かる。いや、だから僕の答えもこれですから一回出しましょうって言われても、ちょっと遠くから見たら何か見えるかもしれない。あ、なるほどね。うん、うん、いよこれはね、うん、うん、わかんダメだな。うわあ、我々はスティンクスである。我が輩の従順たるしもべたちよ、この難題を果たして解けるかな。ウェブ一度へミサを行う。こんなキャラでいいの？うん、はい、カット。はい、暑いね。あそこにもカメラあんだよ。椅子椅子、はい、はい、スピンクス1号難役石川海太です。大丈夫？なんかたどたどしいけど。大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫ですか？俺大丈夫、はい、紹介お願い。さっきあんなキャラで良かったのかなって思ってます。スピンクス2号斉藤相馬です。大丈夫ですよ、大丈夫です、大丈夫、うん、大丈夫、よかった。ちょっと何言ってるかよく分かりませんね。このなんかヒントがさ、答えに近づける気あんまないよね。うん、それはね、うん、言わない約束だよ常識って何だと思いますか？それはね、思い込みだよ。そうか。常識のない人って何だと思いますか？それは自分のルールだけで動いてる人だよ。僕だぜ。あまり責めないでくれよ、ツエルグ。んー、スルーだぜこいつ。マジかよ。なんだこれ。ヒントに準ずるものを持ってきてくださいカメラに映さないようにやるんで。あ、それはダメですよってことなんで。あ、あ、あそこにある。え、え、あ、ゴーツエルブ。その間僕のダンスをお楽しみください。わしちょっとな、わからんのじゃ。あれ、え、あ、お、さあ、楽しんでいただけましたでしょうか。あら、奥さん知ってる？スピンクスからの挑戦。もちろんよ、何でもクイズに正解すると素敵なプレゼントがもらえるらしいじゃない。どんどんとかしみましょうな。確かウェブは。えその声です。え、いつもその声じゃないんですか？そこについてちょっと詳しく掘り下げたいんですけど。いや、やめときます。うん、やめといて。はいエッチな声だな、今。やめといて、ありがとうございます。ブーブブー。毎回恒例のやついただきましょうか。もらっちゃいます？そんなすぐもらっちゃいます、うん、ダメだな、志が低いぞこいつ。ヒントお願いします。はーい、もう見せてあげないからね。ちょっと一回隠してめくってくるから。ちょっと待って。あれ、うん、やばい、ちょっと待って、出てこない。え、はい、分かっちゃった、分かっちゃった、イエーイどうしたどうした、もう振り切れてるよ映像だから。あんまり映像出ないからちょっと楽しくなっちゃいましたよ。この、そう、この答えは分かってた。あ、そう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 、選ぶ答えは間違ってたっていう。あ、なるほどね、うん、ち
と勘違いしてた。はい、はい、お前ということで、うん、いやすごいね。でもここまで、あれもしかして全部バレちゃいましたか。僕がジャパンメンサの、ね、皆さんはどうでしたか。あ、本当に、あ、ちょっと待って、隠れちゃったじゃん今。被っちゃってるから。はい、カット。あっつ、もう無れんだよなお面。はい、ということで今週も難題疑問に答えていきますよ、はい、スピンクス1号の中の人の中の人、石川海人です。はい、同じくスピンクス2号斎藤相馬です。で、今回で4回目になるそうなんですけれども、はい、皆さんどうでしょう、問題解けてます。海人くんね、今んとこ頑張りましょう。あ、あ、うん、あ、待てよ。お、なんだ。いや、だからさ、うん、ちょっと待って、全部書こうか。お、全部全部全部。人に任せるんじゃないよ。あなたも自分の頭で考えなさいよ。え、これがどういうこと。いや、今日のためにメガネを新調したんですけどね。はいはいはい。ナインに合わせてこう青いメガネを買ったんですよ。はい。そしたら頭良くなるかなと思って。ごめん、今聞いてなかった。今ひらめいたかと思って。なんで。ひらめいたかなと思ったらひらめきじゃなかった。この悲しみで今聞いてなかった、うん、メガネを新調したんですね。そう、雑談しようかなって思っちゃった。ごめんごめんごめん。いやもうね、俺ね、これをやってて、自分が物を考えるときに自分で喋りながら考えを整理してたんだなってことがすごいよく分かった、うん、とりあえず思いつくままに喋って整理してたんだなっていう。だからもう、あんたも全然聞いてないね。あ、ごめん、何いじってたの。え、今ちょっとあの指遊びしてたんだ。あ、ちょっとまたなんか、あ、ちょっと何言ってるか分かんないな。バカさ、舐めない方がいいですよ。ああ。ほぼ答えのヒントをもらってもなお、わかった、察しがつかないですよ。わかった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 。だから、ええ、こういうことだな。でも君には絶対見せないから。え、なんで意地悪か。だんだんシュールになってくれたりついていけない。ほんとの主語わかるね。僕も若干君についていけない。ですよね、はい、カレーがほどほどに好きなスピンクス2号斎藤様です。はい、ということで、はい、ちょっともごもごしておりますが。頭使うのがね、うん、しんどくなってくるんだ今。でもほら、糖分、うん、糖取ったから。あ、おにぎりって糖なの。糖よ、ブドウ糖でしょ。あ、ブドウ糖だそうですよ。ということで考えていきましょう。このナイン嫌だな。はい。とりあえず、うん、とりあえずもしかして、とりあえずとりあえずヒント。もう書きもしないんだね。うそ、ん、うそ、ま、うそうそ。これがなんでこれになるかは、これとこれを使ってさ、あ、え、ちょっと待って。違うわ。え、ちょっともう何言ってるか分かんないんですけど、この人。違うわ。あ、え。ああ、わかんねえ。なんだよ。よっこいしょ。毎回このメガネを取る作業っていうのがありますからね。そうですね。そろそろ慣れてください。うん、ということで、アニメ本編もいよいよ折り返しになりましたね。皆さん見てくれていますかというところで気合が入ってますよ。スピンクス1号の中の人の中の人、石川海人です。なんで2回。今後の展開にドキドキしております。スピンクス2号の斎藤相馬です。そうね、っていうかもともとこのヒントのことを知らなければわからないってことですもんね。確かにね、確かに確かに、今ねすごい鋭いツッコミだったと思う、うん、僕は今筆を置く。諦めちゃう。ダメだこれ、もうわかんないからどっか行ってよ。ちょっと放棄しないでよ。いや、これ右が、もう思いつかない。どうした何か目覚めかけてるけど。ちょっとごめんなさい、心の内なるものが。あ、そうか。あ、それあったわ。これとこれとこれ、うん、ああ、それもあるな。人の答えを見るんじゃないよ。あなたはさ、これか。本編でさ、謎の図やんなくなっちゃってさ、ね、なんか俺ら何みたいな。ギャラね、もらっちゃってるからさ。確かにね、ギャラはね、だ、あれ、カメラ回ってんじゃないこれ。我々はスピンピン。よいしょ。
このお面さ、鼻潰れんだよね。痛いよね。鼻、俺ほら潰れるからさ、完全に。どんな顔してんのよ、本当にもう。来週は本編もこの企画も一周お休みになるというらしいですよ。ええ、それは初耳だな。うん、初耳ですよ、うん。お休みですよ。嘘ですよ。本当に？え？初耳っていうのが嘘ってことですよね。そういうこと。休みになります。はい、ということで、まあ、なんだこれ。そんな。いっとく？書く？書く？書こうか。じゃじゃーん。今回。ホワイトボード。はい。大丈夫それ？大丈夫でしょ。結構ギリじゃない？全然似てないし。ああ、なるほどね。結構ギリかなと思ったけど。何やら。ところそう。ほう。あ、わかった。お、なんで？ちょっと待って。ちょっと絶対見んなよ。お前絶対見んなよ。なんでそういうこと言うんだよ。お前ひどい、いつもひどいですよ、ね、口を尖らすんじゃないよ。皆さん、ご無沙汰しております。2週間ぶりになりますね。スティンクス1号、石川海人です。9月ですけど、残暑はまだまだ厳しいですね。スティンクス2号、斉藤相馬です。これまで7問ですか。ありましたね。もうキャラはもう保てない。もう分かんない。もう保てない。もうよく分かんないんだよ。で、僕らのね、今戦績は、うん、そう1号ね。7問中も携帯をいじるんじゃないよ、本当に。現代1個か。なんで歌を奏でてるの。なんでかっていうとね、あ、そうか、このタイミングでスマホ使うんだな。ほら、あ、BGM ちゃんと準備してるんだね。つけちゃう。すごいなね。サウンドトラック好評発売中でありますので、素晴らしい。皆さんどうぞ。いや、これでそれで出したところで何が起こるのかっていうことですよね。それが一体何なのかってことだよね。多分似たサイトを見ているな、今。あ、これ同じとこ見てるね。同じとこ見てる。同じサイト見てる。同じとこ見たらさ、どうなったよ。え、だから、ちょっとあの BGM がね、途切れてしまったね。気が散る、うん、気が散るね。気が散る。全然関係ないんだよ。これでもあれ、これじゃないの。おいおい、どうなってんだ。全然わかんないぜ。もうやめようぜ。こんなにわかんないの久々だよ。なんで最後噛んじゃったんだよ。大事なところ決まんないんだ、いつも。これはクソ難しいね。難易度爆上げですね。うん、本当に難しい。電波が来ない。え、ちょっと、え、もう始まって、ちょっと遅い。待ったんだから。おへんべい食べてたよ。バクバク、ね、バクバク食べてた、うん、まあそんな感じでね、はい、まあ、見てたわけですよ。だけどちょっととか言うのも全部もう小芝居ですよ、あんなもんは。自分からネタバレしていく方向になったんだね。あのすごい意味深な感じで。早く名乗れ。あ、スピンクス1号石川海人です。元気ですね。あ、1号です。もうめちゃくちゃじゃないか。早く名乗れよ。2号、ね、お前のせいで名乗れなかったの。ごめんなさい。スピンクス2号、斉藤様です。もしかしてお前のものは俺のもの。あ、めっちゃ似てる。そう考えるとこれ眼鏡に見えてくる。あ、え、なんでこんなところにお前。でもね、カイト君ね、顔が全然映ってない。あ、ごめん。ごめん。いや、これなんか何してんの。体操。あんたまだ顔映ってないよ。え、どんな顔してんだ。事務所 NG が出るやつ。事務所。そこにもあの不正解っていうやつ貼ってもらわないといけない。来いよ。行くか。多分ここ後で CM で使ってもらえるぜ。どうしよう。もう、あ、これ大丈夫？ダメ、これ。ちょっと待てよ。ちょっと意味がわかんないです。ヒントをまず読み解かなきゃいけない。ヒントを。ちょっと待ってください。なんだ。続けて大丈夫だよ。もういいよ。やっと。僕何にも考えてない。ただ後ろソファ座ったり、そうだね、ぼーっとしてるだけだったけど。後ろソファで俺を抱きしめてただけだった。うん。なんだろう、ね。いや、なるほどね。でもやっぱここには結構ね、すぐね、気づけて。うん。うん、気づいたのもソーマさんですね。
はい。さあ、いよいよ残すところあと2回になりました。皆さんこんにちは、スペックス1号石川海人です。イエーイ。はい、2号斉藤様です。はい、そんなこんなで9月も中旬になりまして、残暑も和らぐ今日この頃ですけれども、うん、今年の夏いかがでした？夏はこれからだっつってね。そうなんだけどね、収録日的にカンペに、カイト君はって書いてあって、暑かった。小学生かっつって、僕もね、バカじゃないんですよ。言っておこう、最後の最後だから。すごいよね、だってもう暑かった、楽しかったって。もう妹と弟を足すって意味深だな、おい。母さんね、それも謎々なんだからさ。弟と弟を足すの？足すんだって。いやいやいや、なんで嬉しそうなんだよ。うん、なるほどね。ちょっと邪魔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 、ごめん。どうしようかな、今のごめんの言い方結構好きだわ俺。え、そんな困る。なんかクソわかんねえ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、待つよ。どんな顔してんだよ。まだでもまだヒントもらえるかもしれませんよ。まだヒントもらえる？あ、もうわかんねえなって顔してる。いや、しません。ギブしますって何断定してるんですか。歯がついてないからね。冗談じゃない。カンペ、ヒントじゃなくてカンペだよね。ギブします。冗談じゃない。早く言いなさい。ヒントをください。ちょっと、カメラ止めて。止めて止めてって。カイトのここ、空いてますよ。またパクリかよ。あっちどんな声出してんの。突っ込まれたから。イエーイ。これはね、なんかあれじゃない、今までで一番実力の勝利なんじゃない。そう、これは完全に、これだとも時間かけないとできないからさ、うん、すごい、何が嬉しいって、僕、正解できたことが嬉しいよ、もう。そのままじゃないか。なんだか、寂しい始まりに少し戸惑っています。スピンクス1号、石川海人です。哀愁を感じずにはいられない、スピンクス2号、斉藤壮馬です。さあ、7月から放送と同日にスタートしたウェブ企画、スピンクスの挑戦、いよいよラストクエスチョンです。なんだか寂しいですね。でもね、この前ね、変わるのかよ。でもね、左下の方にちっちゃくね、分からなければギブアップもありですって書いてあるんですよ。ああ、もうちょっと粘っちゃうからね、僕らね。うん、多分これ赤文字書いてあるから読んじゃダメなやつなんですよね。シャワー、やったー、イエイ。あ、痛い痛い、イエーイ。いや、これ、いやシャレてるね。考えたの誰ですか？ジャパンメンサです。あー、素晴らしいね。まあでもなんか意味わかんない。全然わかんない、うん、だって本当に何もわかんないもんね、あ、俺たちはね。まあ問題見てないんだけどね。そういうことなんだよね。だから何にもわかんないんだけども、うん、そう、うん、まあでも本当に難しいらしいですから。スタッフさんも答え見て、うん、どうしてその発想に至ったのかわかんないっていう。だって誰一人正解できなかったらしいの、だからね、解けたら相当すごい。すごいってことですよ。はい、じゃあちょっとやってみてください。お願いします。はい、僕らも帰ってみてやってみますんでね。うん、やりますよね。うん、うん、やりますよね。やんない。やんねえのか。まあどこかでまた皆さんとお会いする機会もあると思いますので、またその時はよろしくお願いします。ま、ということで皆さん、テロに備えろ。はい、カット。はい、ありがとうございます。やったねー。